有名だけどとっても意味ないゴミ資格がこちら。基本情報処理。現場で役に立たないゴミの代名詞。実務や経験が物を言うからな。医療事務。ないと働けないってみんな勘違いしてね。テレビ CM に踊らされて取った人多すぎ。FP。金持ちじゃない FP には誰も見向きもしない件。汎用性高いけど専門性が低いんよ。秘書検定。昭和の常識が未だに問題に出るクソ資格。今の風潮に合ってなさすぎて笑える。介護事務。評価対象にすらならんある意味レア資格やで。講習受ければ誰でも取れるからありがたみがないよな。第5位はコメント欄宅検士。難関資格なのに持ってる人多くて希少性がないんよ。受験資格がいらないから間口が広いんだよな。不動産業界でしか通用しないのに行き過ぎ。調剤薬局事務。今更資格得るのかってくらい無意味。種類多すぎてどれ取ったらいいかわからん。資格持ってる人の方が少ない。IT パスポート。基礎知識すぎて資格にする意味がわからん。最弱国家資格とはよく言ったもんだ。知ってて当たり前の内容やから仕事の役には立たんわ。キャリアコンサルタント。取るだけで金がかかりすぎて割に合わんのよ。5年ごとに更新で金取られるし最悪。顧客を安心させるための名刺代わりの資格だからな。本当に必要かしっかり見極めろ。